はい、5月10日月曜日の7時43分です。今出来上がったばっかなんですけど、リュウジお兄さんのレシピで、そんなバナナカレーでーす。隠し味にね、バナナを1本入れてます。で、ちょっとさっき味見したんですけど、やっぱバナナはルーに溶け込んでて、バナナの味そのものはしないです。でもなんか多分フルーティーなんだと思います。で、今日はですね、ちょっとこちらのカレーをまあメインとして、やっぱね、カレーと言ったらね、ビールでしょってことで、まあビールじゃないけど、喉越し生ね、用意しましたんで、開けていきたいと思います。はぁ、ね、見栄え的にね、一応注ぐところとかもね、見して、そのままね、こちらで、乾杯。あー、うまい。やっぱね、缶が冷えてて、グラス冷えてないんで、缶のままね、飲んだ方が味は美味しい。でもね、一応こう、見た感じね、こう、ほら、ね、食欲そそるでしょ？ビールとね、カレー、最高ですよ。まあさっきさ、電話した人とさ、まあ話ができて楽しかったんだけど、相手はさ、まあ私のことをさ、真剣に考えてくれてるからこそさ、わざわざ電話で長時間喋ったんだってことで言われちゃってさ、ちょっとプレッシャー感じてるよね。まああの、そんなすぐじゃないっていうことを言われながらもさ、時間かけるっていうのを、なんか、答えなかったらすごい申し訳ない気持ちになるから、なんか次会話しづらいなと思って、ちょっと複雑だよね。ちなみにね、なんかね、ちょっとね、カレールーの中になんかこう果肉みたいなのが浮いてんだよね。こういう白い線見えるかな、浮いてんだけど、これが多分さ、バナナじゃないかなって思ってる、個人的に。というわけで早速ね、そんなバナナカレーね、実食。じゃあリュウジさん、いただきます。こっから行こうか。そう、これね、豚肉入ってるんだけどさ、その電話した人の相手さ、イスラム教だからさ、豚肉食べないんだよね。で、それがさ、本人だけの問題だったら別にいいんだけどさ、私も食べちゃいけないってなるとさ、やっぱり日本人だからさ、肉じゃがとかさ、いろいろ豚肉使った料理あるじゃん。生姜焼きとかもさ、それ食べれないってなったら、ちょっと私は、もし、まあ、裕福なお家に、お嫁入りができるとか、念願の結婚ができるってなったとしても、きついかな。やっぱり宗教は。国籍を超えるのはまだいいんだけど、ちょっと宗教ってね、やっぱり難しいよね。うん。というわけでごめんなさい。話逸れましたけど、いただきます。うん。うん。今日ね、ちなみにね、バーモントカレーの甘口を半分と、ゴールデンカレーの中辛を半分使ってます。で、リュウジお兄さんの動画では、ジャワカレーの中辛をね、使ってるんだけど、ちょっとそれはなかったですね。ちょっと食べ比べしてるわけじゃないから何とも言えないんだけど、そのバナナの味は感じないんですけど、ルーの塩味の角が取れて、なんか丸い味がするかな。うん、多分なんかその、匂いもさ、カレーの匂いでかき消されちゃって、トロピカルな香りとかは正直わかんないんだけど、多分その味がフルーティーなんだよね。香りがフルーティーなんじゃなくて、味がフルーティーになってるとは思う。うん。食べやすいカレー。うん。うん、美味しいですね。ということで、まあ、リュウジお兄さんのね、レシピはほとんど簡単なのでね、皆さんも作ってるとは思うんですけどもね、今回のこのそんなバナナカレー、一応ね、私、毒味してみたんでね、全然美味しいカレーでした。ということで、おすすめします。